はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。本日はですね、2024年の2月29日に X でねお伝えした通り、ようやくですねグランドシャトーを撮ることができたわけですね。で、今日はどんな感じで撮れたのかというところですね、皆様に詳しくご紹介させていただきたいと思います。まず攻略法としましては、もう事前にですねジョマジさんが生放送でご紹介しているので、そちらの方を見ていただきたいんですが、まず簡単に言うと、まず一番最初に大事なのがサブアカですね。ジョマジはですね、今回スマートフォン8台、そしてパソコン2台を使いました。そして全てのスマートフォンにサファリ、Google Chrome、そして Firefox を入れてます。そしてパソコンはですね Windows ですので、サファリが使えないということで Firefox と Google Chrome、この2つを入れてました。で、次に大事なのが待合室に入る瞬間なんですけれども、ジョマジさんはですね、一応今回は11時50分からつなげていったわけですね。全部で8台のスマートフォンがあるわけですけれども、まずは11時50分になったら1台目のスマートフォンの1つのブラウザを開いて待合室に入りました。で、その20秒後ぐらいに今度そのスマホのですね、また別のブラウザで入りました。で、さらにその20秒後にまた別のブラウザで入ると。で、これで1台目が終わりですね。で、そしたら今度2台目を取り出してまた20秒後につなぐ、そしてまたブラウザ違うのを開いてまたつなぐって感じで、8台分プラスパソコンを行ったわけですね。なので今回は27ブラウザ分のですね待合室に入った形となります。11時50分から12時5分までの間で27ブラウザ分ですねつなげたわけですね。で、今回その27ブラウザ分で一番ドンピシャだったのが、12時10秒から20秒の間に入ったやつがもうドンピシャでつながったわけです。もうドンピシャで12時53分ぐらいのものがありました。で、もう一つがですね、一応12時1分10秒ぐらいにつないだやつなんですけれども、それがですね13時27分ぐらいにつながるような待合の推定時間になったわけですね。なので結局ですね27ブラウザつなげたんですが、この2つしかですね1時台なので、ジョマジさんの攻略法としましては、もういかにですねサブアカを用意できるか、これがですねめちゃくちゃ大事だと思っております。で、12時53分につながったアカウントなんですけれども、そのままですねまず53分に入りましたので、とりあえずねログインしようと思って、そこでまた時間かかっちゃいますからログインしました。でも、ジョマジさんですね、実はもう別にファンタジーシャトー4部屋撮ってるんですけれども、まだねグランドシャトー撮ってなかったので、もう今回はグランドシャトーオンリーで狙おうと思ったわけですね。なので、ホテルを選択して、グランドシャトーのアルコブルームがね一番22部屋あって一番部屋数多いですから、もうとにかくその部屋を取ろうということで、もう13時になった瞬間にリロードボタンを押して、その丸ボタンがバーって出てくるわけですよ。で、一応押したんですけれども、残念ながらですねなんかサーバーエラーみたいな出ちゃって、結局ですねそのグランドシャトー12時53分につながったやつはもうダメだったんですよ。カレンダーはね23日から29まで全部こう丸になってるんですけれども、残念ながらですねつながらなくて、結局ですねせっかく53分につながったんですが、そのアカウントはですねそのまま追い出されちゃって、また1時間以上待ちみたいなのに並ばされちゃったんですね。はい、ということで、残念ながらですね、一応今回53分につながったんですが、結局そのアカウントは取れませんでした。もう一つですね、1時27分ぐらいにつながるスマートフォンがあったんですけれども、前々回ぐらいからセカンドチャンスって言って、1時半ぐらいになると一気に解放されるっていう、もうめっちゃ客室が出てくるっていう、なんかセカンドチャンスというね、オタの中で、そういうものがあったんですよ。で、ちょうど13時27分につながるので、よし、じゃあもうセカンドチャンスにかけようということで、ずっとグランドシャトーアルコブルーム3階から7階のやつをずっとこう連打してですねやってたわけですね。そしたらですね3時4分になったら、もう一気にですね全部屋5部屋ずつぐらいダダダダーンって出てきたんですね。よし来たと思って、で、それを連打して、今回ですね、グランドシャトーのアルコブルームですねを無事撮ることができたという感じになっております。で、今回ですねジョマジさんが撮れたのは12時53分につながったやつではなくって、13時27分につながったやつでセカンドチャンスで撮れたというものになってますね。なので、ジョマジさん的には
こっちのねセカンドチャンスの方が正直、予約取りやすいんじゃないかなと思ってますので、もしよろしければですね、まあ、もちろん13時につながったらそれはそれで一つ目のチャンスとしてね、頑張っていただきたいんですけれども、セカンドチャンスねぜひ諦めずにね取ってください。一応また明日ですね、予約日となるんですけれども、少しでもね参考になればいいなと思いまして、今回ですねご紹介させていただきました。ということで、ジョマイジさんがですねグランドシャトー無事ですねゲットした方法というかね、まあ、その日の様子ご紹介させていただきました。では終わりにしましょう。もしこの動画参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマイジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。